成都ジャイアントパンダ繁殖研究基地で昨年7月19日に生まれたウェンジン。穏やかなイメージがある名前ですが、実際は活発でいたずらっ子です。この日は竹籠の楽しさを発見したようです。竹籠をブランコにして遊んでいました。